はい、どうも KTC 放送局の健太店長です。今日は川崎区ミステリーアドベンチャーツアーという企画で、川崎区の普段人があまり近づかないような、茂みとかをね探索してみようと思っておりましたが、協力者の純也課長が大遅刻をしたので、一人で撮影に行かせようと思います、ね。川崎区の茂みなんで多分何が潜んでるかわからないんでね、お化け屋敷よりもちょっと怖いかもしれませんけど、もう本人遅刻したんで、一人で行かせようと思います。はい、というわけで、はい、パス。よし、自分の動画よりもね頭につけて、こいつあっちだから逆だからね。そうそう、ここだね。はい、あっちの、あんで、あっちの柵沿いにぐるーっと行って、あっち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 、はいはい、で、一周してこい。 OK、 それで、はい、行ってらっしゃい。じゃあもう行くよ。いいよ、じゃあ行ってきたいと思います。え、これさ、見て、これ GoPro、俺のやつさ、ちゃんと録画できてる？ん？録画できてる？俺のやつできてるよ。あ、赤くなってる？大丈夫だ。 OK、 ではじゃあ嫌ですけどね、行きたいと思います。うわ、いや普通に怖い。分かった。まああんなこと言われましたけど、いや怖えなマジで。ゴミが散らかってるよ。お、すげえ足元が悪すぎる。デコボコしてめちゃくちゃ歩きづらい。何なんだこれ。漫画本が捨ててある。もう何、ゴミ捨て場になってるのかな、ここは一体。まあ一応進みましょう。怖いっすね、やばいな。浜川、こっちにいるかな。こんな感じです。こういう感じですね。特に匂いとかそういうのはないですね。ただ足元が本当に悪すぎて、やばい、マジでやばい。
待って、カニがいる、カニ。うわ、今めっちゃ焦った、怖かった。誰かがいた形跡があるところですね。ちょっと行けんのかな。後ろがめちゃくちゃ怖い。まだ行けそうかな。ゴミ置き場なのかね、ここら辺は。気になるね。足場が悪すぎる。誰かが何かを作った後、かな。いけんのかな、こっちは。ちょっと見よう、もう一回。ちょっと再調整してみよう。ちょっと今一瞬ビビって外出ましたけどね。何か落とし穴みたいなのありそう。やばい、これいけない。待って、落とし穴がある、絶対これ。いやあ、怖えな。どうやって行こう。こっちの方行けないかな。足元が悪すぎて。うわ、いけた。いけたけど
やばい。見てこれ、もうね、足元が悪すぎて、あ、やばい、やばい、止まった、あ、これはダメだな、いけねえな、うわ最悪これ、待って、大切な靴が、ってことでここまでですね、こっからダメだ、いけねえ、ひどすぎるこれ、これから KTC 放送局のねところへ戻ります。ただいま、はい、何もなかった、え、何もねえ、いいよ、家みたいあったけど、なんかね、全然もう人が住んでない感じ、この間の多分水害で流されてしまったな、あ、台風で、そう、あ、なるほどね、何もなかった、足場悪すぎ、足場悪すぎ、うわ、きっとね、靴見てみ、やばいよね、道かと思って汚な、なんかもういろいろ汚いよ、え、何これっていうかこれ、わかんない、なんかね、ま、道かと思って進んだら全然違った、やべえ、めっちゃ聞こえた、きつかね、何するのよこれ、最悪、落ちるかな、洗濯で、それ何の汚れかして、カメラかして、これ何の汚れ、これわかんない、知らない間についてた、草の汚れでこんな汚れつく、きつかな、他はきつかね、やばいね、お前ズボンめっちゃ汚いやん、それ、あー、なんかいい映像撮れました？ねえ、なんかね、その微妙、お、え？あそこまで行って？結構ね、何もなかったもん、本当に、あ、そう、全然ない、あの、お家とか撮ってきたの？お家撮ったよ、 あっちもあるよ、ほら、あそこで撮ったよ言ってないけどね、お話ししてくればいいの？まあいいやまあいいよ、はい、というわけで、川崎区ミステリーアドベンチャー、僕まだ映像見てないんでわかんないですけど、これは成功ですか失敗ですか、ゴーゴー成功で、何の絵でも映像撮れてないの、だからあっと驚くような映像とはない、ほんと普通に積んだだけだった、あー、わかりました、まあここはもう純也くんの実力に僕、まあ、期待してないけど、ちょっと動画チェックしてみてどうかなって感じ、はい、というわけで川崎区ミステリーアドベンチャーツアー第1弾終了です、しめやかに終了いたします、さようなら。